5月31日、渋谷区の地域交流センター代々木の森で、若返るダイヤモンド体操が行われました。この体操は、株式会社渋谷サービス公社と渋谷区が共同開発したもので、いつまでも輝き続けられるようにという意味が込められています。もともと荒川区が2002年に荒川コロバン体操を実施しており、介護予防の効果が実証されたそうです。そこで渋谷区でも高齢者の介護予防を推進するために、渋谷区オリジナルの体操を制作することになり、ダイヤモンド体操が生まれました。椅子に座って行う体操、立って行う体操、エアロビクス、セラバンドを使った体操の四部構成、転倒予防、認知症予防、口腔機能維持を目指します。特に指導する講師がいるわけではなく、体操の動きを解説した DVD の映像に合わせて体を動かします。楽しくみんなと仲良くなれる、そして運動もして、機能も回復するっていう感じがすごく自分にとっては良かったです。渋谷区ニュースで見て、定期的に体を動かすのはいいことなので参加しました。楽しくやっております。この体操は区内10カ所の会場で行われています。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。